まあ、自分が今新人セラピストさんたちの指導をしているということで、何も知らないで現場にポイって出されちゃってるっていうような環境が苦しんでる人たちもいるんだなっていうのを実感しました。そこで花澤さんの力も借りて、まあ、一つでも自分の力をポンと一個ワンランクアップさせるような、講座をやりたいなと思って、浜褒めにあるソフィア生態アカデミーっていう生態学校の方でお知らせしたと言ってまして、やり始めの方とかある程度経験のある方ももちろんいますし、いろんな方に教えるとかチェックするっていう立場になったことによって、その経験も生かせていいかなということで、押す場合にあるのがこういう動きで押しちゃうんで、こう入る人が多いんですよね。こう、これなんとなく垂直じゃないのって分かります？これとこれなんとなく違いって分かりますか？あとその押し込む強さですね。多分これだとその凝ってるところまで入ってない、このぐらいでやめちゃう方結構いるんですけども、圧を到達させる硬いところまで、到達したらストップです。ストップしてゆっくり抜いてくる。これが抜くのが結構雑な方多いんですよ。こんな感じ。これだとちょっと気持ち悪いですよね。ここから入れます。力抜いてくださいね。エスプリプレゼンツ、これが本当の結婚式会場、エスプリの提供でお送りします。こんな感じ。肩の可動域ということで、首の可動域も上がってますので、マザーさんの技術が、これから本当に結婚式あげちゃう。これ大丈夫ですか？これっていうそのやり方としては、こう高く持ってますね。で、手のひらに手を置いて肘を上げて、受けられない。そんなもんですね。すみません、ちょっと過ぎちゃいました。はい。強さ大丈夫ですか？はい。はい、加減はどうでしょうか？今これあれですね、そのスタート位置じゃなくて押し込んでたどり着いた先で垂直を取ってる感じです。響く感じはありますか？響きはしないですけど、はい、ガスって入ってる感じです。はい。これそんなに力入れてないんです。こういうところに当たった時にやっぱりそのガツンと効いてる感じが出ますね。あの動かすってことは血行を良くするのに必要なので、うん、残ってる方はそこが冷えてるんですね。で、肩甲骨はどうなってることが多いかというと、やっぱり外に開いちゃってるので寄せられるようにこの、ここに差し入れたいって感じ。入んない人は入んないです。癒着しちゃってると入んないんで、これですね。入る範囲でやるってことで大丈夫です。
あとは肩ですね。肩は右と左。胸の筋肉から縮んでると、どうしても自分がやれないので、胸もほぐしていくっていうことで、解決、改善というか。結構後ろのこの辺ですね。外側ほぐす。ちょっとこう失敗するとこう脇が硬くなってるんで、ずれちゃうんで、ここの垂直を取ってあげることによって、つながったりみたいな感じで押し込んである。落ちないように。こういうちょっと下がってる感じでありますかね。腰の方が高い位置になってて、っていうのがあるんで。今みたいにずれちゃうじゃないですか。これ硬いんですよ。ちょっと座ります。あれで固定しててもずれちゃうんで、そういう時にいかにそのバランスを取るかですね。肩がこういうふうに入ってる感じなんで、こういうふうに入れていきたいっていうふうになってれば、ちょっとそう説明して、こちらからやって、後ろで作らないと。ここと、ちょっと気持ち悪いですか、大丈夫ですか。ここに開けといて、そうですね、入れるのができないと出せないから。要は、反り腰の人っていうのは、前に倒れすぎちゃってる状態なんですよ。だから、こっちに、後ろに回転させたら、後傾の方に持っていく。手をつけたままに手をかけて、ぐっと引き上げ、仰向けに寝たりするした時に分かりやすいんですけど、腰の隙間がね、なくなってくるんですよ。仰向けに寝た時に寝やすいとか感じると思います。Thank you.